仏教は基本的には人の悩みを解決するために生まれてきたものです。右往左往する我が心から出発することが、まあ、悩みのに向かう大切なことではないのかなって思ってます。代官山の本当大通りに面したところにこちら寺カフェっていうのがあるんですが、こんなに普通のカフェなんですが、ご本尊って言っていいのかな、そうです、はい、もう祀られていたり、本当マークはロゴはあるんですけど入るまでわからないです。